大脱走。朝の占い星一つでほんの少し気になっていたこれだったみたい。我慢すればいいような感じで自分にいつも嘘ついてどうしようもないことぐちゃぐちゃに混ぜて押して引いて寄せてあげて足したらかが回り出し動けなくなってる。これが流行りの風みたいだな。すぐに誰かに移るだろう。だけど感がひどくなって悪夢を見そうだ。角に服がいるか人生大勢取れないでどうでもいいことをほんとそれは多分ある意味パラダイス。悩みたいことがあるからだって君が君に頼れなくて、で僕がここでほどけないよ。遠くの世界のみ込んで君が僕に笑ったら僕が君に出ないよ新しいルール。
気になった。
っぱ聞きたい答えじゃなくてどう思ってる？サルネはわからない、熱い思い、空気を読んでたら蒸発して爆発するかも。5番、広島の名物といえばゆなちゃん。広島の名物といえばありがとうございます。広島の名物になれるように頑張ります。放課後広川団リーダー上野ゆなです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、出席番号10番、リエが耳を傾けたらリエさんって言ってください。いつも笑って幸せ、黙っていれば青春、そんな私の名前はリエさん。ありがとうございます。放課後広川団サブリーダー赤色担当今岡リエです。よろしくお願いします。イエーイ。皆さん楽しんでますか？イエーイ。今日は上美咲が学校行事で休みなんじゃけど、普段は3人で活動しています。私たちはすぐ近くの広島バックビートというところを拠点として活動しています。今週のイベントは3日に紅葉しらき祭り、7日に、広島バックビートで、定期公演があります。また2部は私今岡理恵の入団1年目公演となっておりますので、皆さんぜひ来てください。待ってます。待ってます。そしてこの後すぐに握手会サイン会がありますので、皆さんぜひ来てください。はい、お願いします。皆さんまだまだ盛り上がる準備はできてますか？イエーイ。まだまだ足りないですよ。まだ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 盛り上がれますか？イエーイ。もっともっと盛り上がれますか？イエーイ。それではこの後引き続きアイドルさんのライブお楽しみください。ありがとうございました。放課後広川団でした。ありがとうございました。ありがとう。バイバイ。物販待ってるよ。